Hey yo! キャンツメッシー実際今日もね、これやっていくんですけど、今日はですね、バランス調整のトルネードについての、まあ、詳細なんですけども、トルネードがですね、あれなったんですよ。この間、てかまあ、結構ツイッターでこう出回ってたやつは、単に降下時間が1秒になっただけで、吸引力もそのままっていう、なんか、開発端末のバグみたいな感じだったらしいんですよね。なんだけど、新しいトルネードの吸引力が出ましたっていうことで見ていきましょう。こんな感じです。吸引力が、結構強くなってますね。次バルン見ましょう。まあ今まで通りキング起動はできてしまうって感じですね。ゴーレムも見てみましょう。これに関してはゴーレムに対してのキング起動トルネはこれ情報修正じゃないかな。なんかゴレってさ、タワーにこびりついて2発ぐらいパンチ打ってくじゃん。そういう部分では結構このトルネは強いのかなって感じます。次ジャイです。ジャイはキング起動できなかったんですが、さあこのようにキング起動できてしまうんですけども、この人が何回か試した後、私はジャイアント引くことができましたって言ってるんだよね。で、これ内側のジャイアント。ルート強、なんだろうな、橋の真ん中を渡ってるジャイアントなんで、ひょっとするかもしれないってことですね。吸えるとき吸えないときがあるかもしれないですけど、まあ見た感じ吸えますね。はい。吸えそうです。で、これを見てほしい。はい、ディガーにも、普通にトルネード使えますよっていう。で、キング起動警戒値っていうのがあるんですけど、まあ、そこは、さすがに単体トルネードは吸えないんですけど、まあ、普通に吸う、雪玉とかで弾けば吸うことができるみたいな感じですね。こんな感じでトルネードヒューイーと持ってって、キング起動みたいな感じで、まあ、今まで通りの使い方をトルネードはできるのかなって感じです。で、俺が見したいのは、このホグライダーなんですけど、まあ、最初に見たね、あの吸引力なんですけど、見てください。これは情報修正ですよね。そのトルネード単体でホグ単体を、貫封できるって感じですね。今まではタワー一発入んないとトルネード、キング起動できなかった。まあ、アイスピーやローリングウッドとかでずらせばトルネードでのだめキング起動はできたんですけども、単体でできるっていうのは良くない。んで、ルート強制されてるホグだし、ルート強制っていうのは端っこから出してホグライダーがジャンプした状態のことを言うんですけど、まあ続き見ていきましょう。まあこんな感じでアイゴレホグも吸うことができてしまうって感じですね。最後、三重視ですね。まあ吸えるんですけど、キング起動してしまうよって話で、でこのトルネードね、いろいろ情報が追加されたんで、これは強化なのか弱体化なのか何なのかって話をしたん思ったんですけど、トルネードってこれリワークなんですよね。このマーク新しく作り変えたよっていうことなので、まあ強化でも弱体化でもないと。ただそうしてみてしまえば若干強化風味は感じますね。で、三重視とか後ろでまとめられないのとか、キング起動は簡単にできるけども、その後の防衛、例えば真ん中キング起動した状態で、全てのタワーに当たるようにトルネで真ん中に寄せた時とか、マイスビーズプラスのトルネだったり、ベビドルプラスのトルネだったり、攻めトルネだったりね、そこら辺がどこまで変わるのかっていう部分が正直な話関わってくるのかなと思いますね。
ただこのトルネードキングキドーがいろいろできるのであれば、チエンテスラクロス、まあクロスボウにトルネードが入ってるデッキとかだったらキングキドーも関係ないし、三重子も教えてまとめることもできれば、キングキドーも耐えやすいというところで、かなり強いんじゃないかなと思いますね。あとこの吸引力を持ってしまえば、いろんなユニットを多分ね吸えると思うんですよね。今はこれ単体トルネードでのキング起動集なんですけど、例えばスケルトンで寄せてから、ベビドラをトルネードでキング起動だったりとか、まあそういう感じ、なんかねロイホグとかも簡単に起動できちゃったりとか、多分ラムライダーもいけるでしょうね。だそういうことが起きそうですよね。例えば ラバパピーができちゃうとか、まあバレルとかも簡単にできるだったりとか、まあそういうことができてきそうで、トルネード使うとキング起動はたやすくできるかもしれない。まあその後の防衛だったりは正直未知数ですね。ただファルチェトルネードとかもえぐい速度でトルネがかき集めてくれるので、まあファルチェだったりウィザードとかもね強いかもしれないですね、もしかしたら。ただ使ってみないとわかんないっていうのが一つですね。ただこのキング起動、いろんなねキング起動の情報が入ったので、まあそれはね皆さんに伝えようかなといったところの動画でした。どうだろうな、例えばこのバルーンとかもさ、アイスピとかで止めてキング起動簡単にできちゃいますとかさ、雪玉で弾いてからキング起動すればノーダメでできますよとか、ちょっとこのトルネードにはねいろんな可能性が今秘めてますね、見るだけで。クソ弱えやとはならずに、あれこれもしかしてこれも吸えんじゃねみたいなのが結構出てきてしまうかなと思っております。ということで、新環境ちょっとまだまだわかんないんですけど、トルネードが良くも悪くも環境の中心にいるのは確かなので、まあ、そのトルネード自体がどうなるかっていうのをね、また追って連絡していこうかなと思います。新環境は、始まったら動画1本は出そうかなって考えております。プレイオフに向けての練習もありつつなので、休憩時間とかにね、サクッと1本出すっていう感じになると思うので、夜遅くなっちゃうかもしんないんですけど、引き続き、剣詰めしチャンネルよろしくお願いします。ということで、気になるトルネードの、まあ、キング起動手じゃないですけど、僕が一番衝撃を受けたのは、ホグ単体完封かな。あれはちょっとびっくりしましたね。ということで、まあ、なんだかんだね、変化があるっていうのは楽しいことだと思うので、ワクワクしながら、新環境ね、楽しみに待っていきましょう。また、新しい情報が入り次第お伝えしていきます。以上、おつめしバイバイ。